私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソマウリ、四つの口が物語る四つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る重欲の目が。集落外にその名を知られたこの多少丸が帰って手伝ってたの。頼むから俺の三丸と言ってくれ。俺の三丸と言ってくれ。恐ろしい話はもうたくさん。本当のことが言えねえのは人間じゃ。嘘だ、みんな嘘だ。多条丸の話も女の話も。やめて、そんな目で私を見るのはやめて。あんまりで私を撃たれても殺されても構わない。時平安の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻。死闘、格闘、激闘、行き詰まる男と男の決闘。平然と嘲笑う幼鳥たる美女、神か魔か、荒廃の都の一角。人間の喜怒哀楽を風と共にそびえて聞いた大羅城門。